高スペック男性と結婚するためには、はい、こんにちは。投資家で医学修士のタクです。いつも動画を見ていただきありがとうございます。今日はね、高スペック男性と結婚するにはどうしたらいいかについて、女性のためにね、動画を撮っていきます。よろしくお願いします。まあ最近僕の動画、女性がね、非常に増えてきたんで、まあ、こういうね、ためになる動画をね、ぜひ見ていただければと思います。で、女性がね、高スペック男性と結婚するにはこれどうしたらいいか分かりますか？ちょっと考えてみてください。で、もう結論に言っちゃうんだけど、これです。女性が高いスペックじゃないと絶対無理っていうことなんですよ。もうね、これは本当に結論であって、もうこれしかないですね。つまり、ここに例を挙げてるんだけど、例えばね、年齢が25歳ぐらい。まあ、男性は、まあ、30前半を、まあ、狙うっていうことの想定でやってます。じゃあ、だいたいね、年齢がね、25歳ぐらい。まあ、ここが一番モテますね。で、美人でね、色が白くてね、細身でね、まあ、このあたりが必須になってきます。で、3番目に書いてる、まあ、高学歴、高年収。これはね、まあ、オプションになるんで、ここはまあ、場合によってはあった方がいい。だけど、学歴もね、なんか、高卒より、都内のね、有名大学出てる方が、まあ、これ男性の、なんだろうな、受けはいいですよね。例えば、早慶とか。だから男性の受けも考えると、ここはオプションになるんだけど、まあ一応知ってた方がいいですね。まあこの動画で僕が何が言いたいかというと、やっぱりね、高スペック女性じゃないと無理だよっていう話ですよね。で、結論になるんだけど、低スペック女性がね、申し込んでも無理。これはっきり言って無理です。ノアラさんみたいなね、スペックの低い派遣年収推定200万の女性で、容姿も悪くてね、しかもデブスみたいなね、そんな女性が申し込んで無理に決まってるじゃないですか。何を考えてるんだって思いますね。で、特にね、相手の男性がね、現実的な人、結構ね、スペックの高い人でもぶっ飛んでる人は結構いるんだけど、もう特に現実的な人、特に低燃費のね、つまり節約してね、コツコツやって、で、コツコツやってきて、成果を出して、年収が高いとかね、いうような男性っていうのは、現実的なんですよ、本当に。超現実的な男性も結構いっぱいいるんで、そういう人はね、まず低スペック女性絶対無理です。もうそこだけで跳ねられちゃうからね。現実的な男性って結局、女性にも現実的なところを求めるんで、自分とね、合ってるぐらいの年収でね、ちゃんとね、家計をできるような人かっていうのを見るから、家計をね、ちゃんと築けるぐらいような人かっていうのを見るんで、まあそういう意味でね、絶対嫌われます。ということで今日はこれで終わります。最後までご視聴ありがとうございました。これからも婚活に関する、動画を配信していきたいと思いますので、よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。